出たともども迷惑をかけてすまなかった。まったく厄介な敵よね。エクシアムにベルゼバブだっけ。ああ、内から混乱を生み出し同士打ちさせる、これまでにない力を持った敵だ。この先も何が起こるかわからん。バザラガさんもゼタさんも元に戻ってくれて本当に良かったです。二人とも敵に回すとマジで厄介だからな。戻ってきてくれて嬉しいぜ。俺の腕力の程度ではグラン、ビン、ユリアたちの思いの強さに及ばなかったということだ。あらゆる意味でお前たちは本当に強くなった。あんた何急に浸ってんの。ほら、敵の本拠地だけあって早速お出迎えが来たみたいよ。黒幕と対面する前に一暴れしておくか。賛成。鬱憤晴らすにはちょうどいい。未知の敵に対して実際どこまで俺の力が通じるのか、ここで見極めさせてもらう。
けろ闇。怪我はないか？はい、私たちは大丈夫です。赤き竜と青の少女か。ん？急になんだよ。お前たちは俺が考えていたよりもはるかに困難な道を歩んできた。それはこれからもだろう。だがグランならお前たちを守れる。俺と違ってな、互いに繋いだ手を決して離すな。この先何があっても三人で手を取り合う。お前たちならそれができるはずだ。はい、わかりました。おう、言われなくたってそうするぜ。グランはオイラの相棒だしな。それに角鎧、お前だってオイラたちの仲間なんだから同じだぜ。そうか、そうだな。あんた、ほんとこの段のこと気に入ってるわよね。まあな。それはゼタ、お前もだろ？かもね。なんていうか、ほっとけないっていうかさ。だからこそ、ベルゼバブとやらと決着をつけねばな。行くぞ、相棒。え？何急に。 B がよく使うが、いい言葉だと思わんか？はあ？